ミルクセーキのミルクセーキ大作戦。はい、始まりました、ミルクセーキ大作戦。そう、長崎名物のミルクセーキは飲み物じゃなくて、せーの、食べ物です。この番組はレインボー FM77.1MHz FM 諫早スタジオからお送りしてます。そう、そんなミルクセーキみたいに地元の皆さんに愛されながら全国へ情報を発信していけるようにとの思いで活動している私たちミルクセーキがこの番組をお送りしています。ミルクセーキのキラコこと南キラと、サッチーこと音のサチと、ハナミンこと花瀬ミクと、山本七海の4人がお送りしています。せーの、始まるばーい。始まりました、ミルクセーキ大作戦。はい、というわけで、なんかささやいた今誰か誰かもういるけど、はい、というわけで、今ね、コロナでレッスンできなくって、それでメンバーのソロラジオやってたんですけど、先週私が、静雄がちょっとワクチンの副反応で高熱出しまして、お休みして再放送になっちゃったんで、ソロラジオがお休みになっちゃったんで、もう今レッスン再開したんですけど、今回もソロラジオやってみることにいたしました。今日のメンバーは、わー、早いな、ドドン。はい、山本ななみでーす。はい、水色でーす。水色でーす。こんばんは。こんばんは、ななみちゃん。あなたの2度目のソロラジオです。え、まだ2回目かね。まだ2回目です。まだまだやな。いやー、ちょっと一人ラジオで、した時に、なんか、ななみ意外と喋れるやん、みたいなことを書いてくれてる人が結構いて、ちょっと調子乗ってるので、ちょっと話そうと思います。じゃあ今日も調子に乗っていただいて、ぜひぜひね。はい。はい。よろしくお願いします。はい。というわけで、これをお聞きの皆さん、ぜひぜひ皆さんからのリクエストやメッセージメッセージなどなど、いっぱい送ってほしいです。メッセージは、ファックス 0957-27-0840、メールアドレス、niji@771fm.co.jp、niji@771fm.co.jp、FM 諫早のホームページ、アプリからも受け付けておりますので、送ってね。待ってまーす。それではここで曲聴いてもらいましょう。ミルクセーキで、日曜日は大嫌い。はい、いつもだったらここでね、第ね、何週目の今日はとかなんかね、はい、言うんですけど、もうそんなことも言ってられないので、はい、もう今日はあれです、ななみちゃんオンステージですから。イエイ、ななみの部屋で。ななルル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 ル。はい、本日はね、ななみのお部屋にようこそおいでいただきました。本日のゲストはななみちゃんです。あれあれあれはい、というわけで、なんかさ、でもさ、ななみもさ、なんか新面的な位置づけじゃん。
はい、なんかまだ新しい方ですね。全然新しい方じゃん、はい、でもあんまり遠征にも行けてないしさ、コロナだしさ、はい、本当に最近の悩みがあるんです。何？普通はお披露目してから、うん、もうその週だったりとか次の日だったりとか次の週とかで福岡に行くじゃないですか、うん、じゃあ新面ってなるけど、うん、なんか私行ったの実際その何ヶ月後かだし、うん、まだ2回しか行けてないし、うん、なんかもう知名度ないままいなくなっちゃったのかなって。どこにいなくなるのか。なんか消えない、知られないままで終わりたくない、うん、から本当にもうあれですよ、地道にまあ今は SNS 頑張るとかさ、うん、ぐらいしかないんだけどさ、はい、だからね、一緒にいろんなとこ行きたいね、はい、頑張ろうね、はい、だからそういうさ、もうさ、血のりをさ、血のりってその、長崎でさ、高校でずっとやってるっていう感じをさ、はい、もう吹き飛ばすぐらいのなんかすごい何かを見せてほしい、はい、ちょっとくしゃみしていい、はい、出ない、あ、めっちゃくしゃみはい、というわけでですよ、はい、あなたなんかこう、やっぱこうなんかまだ新面的立ち位置じゃないですか、はいはい、でもさ、覚えてるお披露目の時とか、もう本当にお披露目の日やばいです、いろいろありすぎて、うん、まずお披露目の日の話をします。いいよ、お披露目の日とかなんかその関連の話、お披露目の日を話します、うん、あ、なんかお披露目の日はなんかめっちゃすっきりした状態で行きたくて、うん、集合がだいたいそのホンダが早いじゃないですか、うん、早くてもうそれよりも何時間も早く起きて早起きをして、うん、普通はこう準備をしてとか、なんかちょっとだけ準備をしてホンダに行くとかなんですけど、うん、軽くね、軽くして着いてからあのお化粧とかしたりするってなんですけど、ね、なんかもう本当に気合を入りすぎて、うん、あの集合までの何時間も早くからお風呂に入ったんです、うん、もうすっきりした状態で行こうと思って、うんうん、でお風呂に入ってたらママが起きてきて、うん、なんかなんでお風呂入っとるみたいな朝からみたいな、そうだから、いやなんか気持ちがすっきりして行きたくてみたいな、うん、でなんかちょっとなんかなんでお風呂みたいなのを言い合ったのをなんか本当に覚えてます、お披露目の日は。なんか本当にリフレッシュした気分で行きたかったんですよ私は。え、待てよ、七海のお披露目は、はい、もういきなり1曲目から出たんやったっけ。1曲目から出て、あ、違うな、どうなってたっけ、なんか3人で、うん、あの重大発表あるよってなってたけど、もうプラス1だったから新面来ることは分かってたんですよ、みんな、はいはいはい、だから新面来ると思って行ってて、うん、でも最初は3人で、うん、しかも金の衣装で、地図の、うんうんうん、地図の衣装で、あー思い出したわ、で何かと指針をやって、うん、ミッドと指針だったから、うん、やって最初の2曲くらいやって、うん、もうバーって点滅、点滅じゃないや、消灯、安定な消灯ないです、お休みや、あのバーンってなって、うん、もう早着替えみたいな、早着替えで、わお、なんとカラスになりましたってことで衣装を着替えてます。私はもう水色で下にずっと待機してます。うん、で、その時に4人でバンって出てきたやつ、そうです、着替えて、あ、エンジンだ、そう、エンジンです、キラーから始まって、うん、でそこにいきなりも七海ってなって、が入ってでも、その日の物販、うん、お昼目の日の物販で言われたのが、うん、なんか、まあ、そんなに正規の中ではちょろっと来てちょろっと帰る感じだったから、うん、そんなに知名度はなかったんです。あ、七海がシェイキーとしてね、はい、となかったから、でも女の子とかは結構話してくれたりしてくれる子がいて、うん、ほんでなんか七海ちゃんって言われた瞬間にもう七海ちゃんって思ったみたいな、だから、うん、わあ慣れたんだって思ったみたいなこと言われて、うん、なんか感動しました。そんな七海って名前だけで気づいてくれるんだって思って、そうそうそう、安定して早着替えして、七海はだから辛い所で下で控えてて、はい、でエンジン、あの新しいエンジンから入って、うん、すごい良かったですよね、あれ。懐かしいな、もうあれが11月か、はい、なんか一人増えてくるかと思いきや衣装も変わってて、そう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 、エンジンも変えてカラー性になってっていうね、はい、もう全てが変わった瞬間です、新体制っていう感じにしたのね、はい、でその時に、うん、そのお披露目の日にその他にミルクセーキの曲とかも全部やったんですけど、それプラスその日に新体制としてお披露目した曲がカルコークなんですよ。そうだね、うん、そうです、そうです、それが新体制1曲目だったのね。そうです、うん、そのカルコークをもらえたことが本当に嬉しくて、あのなんか本当に自分の新衣装とか自分のカラーとかがあるだけで嬉しいのに、うん、新曲も出せるっていうのが嬉しくて、うんうん、しかもその振り付けが、うん、あの大先輩のキエちゃんがキエだね、あのレッスン生の頃に、う
わざわざね教えに来てくださって、振り付け教えにね、はい、そうそうそう、なんか本当に嬉しかった。私はミルクセーキを知ったのは、うん、キラちゃんが入ってから何ヶ月か後だから、うん、そんなにキラちゃんがいる時とかは知らなかったんですけど、うん、なんか YouTube とかでやっぱ見てたから、うん、ワロハンの MV とか、うん、昔のを見ててもう本当に可愛かってて、もう会うのが楽しみで、うん、もう教えてもらうのが本当に楽しかったし、うん、嬉しかったし、ちょっと覚えれなくて悲しかったし、なんか覚えれなくて覚えれなくてあのもう本当に位置をつけて踊ってって、なんか1日で結構詰め込んだから、そうだね、うん、なんか結構お披露目の前はお忙しで、うん、なんかちょっと頭パンクしつつも嬉しくて、なんかいろんな感情がありました。そうだね、カルコークはあの新体制の曲として準備して、はい、そうそうそう、それでね全部カラー衣装も含めて、うん、あのナナミの新お披露目も含めてのお披露目だったから、はい、なんかちょっと思い出はあるよね。なんか今の体制、はい、現体制のなんかこう象徴の曲みたいな感じだよね、うん、もう本当にお披露目の時に私恵まれすぎて、そうや、あなたね恵まれてるって思い出した、はい、そうだから今コロナであなたは大変だけど、うん、あなたのお披露目してからは大変だけど、でも自分の衣装があって、うん、で自分カラー線も最初で、うん、最初から自分の誰も歌ってない歌割りなわけじゃん、うん、自分の歌割りが、があってもうオリジナルでさ、たまたまだけどさ、あの電車の広告もさ、うん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 、11月ぐらいからだったじゃん、はい、えなんか本当に11月の末ぐらいからだったよ、ね、あれは本当に嬉しくて、なんか電車ってやっぱ長崎市内を全部飛び回ってるわけ、飛び回ってる、そうそうそうビュン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 してるから、うん、やっぱ友達とかも見れるわけじゃないですか、うん、通学通学、うん、通勤、うん、通勤じゃないか、うん、通学通勤とかをやっぱ見てるから、遊んでる時とかに、うん、え、ななみおるみたいな、うん、感じで LINE が来たりとか、うん、なんかもう本当に自分が長崎市内の写真、うん、電車もう象徴の電車に貼られていることが嬉しくて、うん、その期間は本当に天狗になってました嬉しくて、そうそう、だからなんかそのにしても、だからやっぱりそのレッスン合格が決まって、うんうん、そのコロナとかで結構緊急事態とかあったから、レッスン始まるまでも時間かかったりとか、レッスン始まってもちょっといろいろあったりとかして、うん、なんか中断したもんね何回かね、はい、なってったけど、なんか結局お披露目本当に恵まれてて、うん、まあよかったなってそうだね、だからこれでね普通に活動ができてたらもう万々歳なんだけど、うん、まあまあでも本当そういう意味ではそうだね、恵まれてると思うよ確かに、うん、あのなんか他のメンバーのお披露目の時よりも全然、ね、あのあなたいいわねって感じだよね、うん、と思うなんか本当に申し訳なくなるぐらいいいことばっかりちょっと本当に鼻の下が伸びますなんかだって大体はそのお披露目しますとか増殖しますとか、うん、で増えじゃないですか、うん、でも私は本当にいろんなものが変わったし、そこにもう一人入って、うん、でしかも新曲なんとかなんとかいろいろあって、なんとかなんとか本当に恵まれてましたねっていう話です。いやだからそれをちゃんとなんか分かって感謝できるあなたは偉いと思うし、うん、あの、うん、だからいやちょっと待って、キエ懐かしいな、もうあれが懐かしいな、キエがなんか教えに来たのが、なんか本当に話したかったけど、うん、なんかやっぱオーラがすごくて、え、あのなんで会場着くなり迷ってたのになんかしかもあんな狭いビルで迷う、ね、なんか今のメンバーに会うのもなんか普通に今は当たり前になってるけど、うん、やっぱり最初会う時は緊張したし、うん、オーラを感じたし、そのなんかもう大先輩大大先輩に会えるっていうのがなんかちょっとまとまってないな、うん、本当になんか嬉しくて話したいってなってたけど、なんかやっぱ休憩の時間とかあったから、うん、その時で話したんだろうけど話しに行けなくて、うん、なんか次また振り付けさせてくださる、うん、時があったら本当に話したいなって思う。何を話したいの？ね、なんか大阪で、うん、その私が好きなアイドルの事務所さんの、うん、振り付けさんをさせて振り付けさん振り付けをしてるらしいので、うん、その好きなアイドルさんが好きですなんかあのまとめます、ちゃんと、うん、けいちゃんがその大阪のとある事務所の振り付けさんをしてます、振り付けさんをしてます、教えてるらしいんですよダンスを。そうですね、だからそこに所属されているアイドルさんを好きですっていう話をしたいのとなんかもう本当に可愛いです誰が？
キエちゃんがってだと、あ、キエが、うん、なんかもうはい大好きですなんですなんかでもすごい私はキエがなんか大人になったなと思って面白くて、なんか見た目がすごく大人になって、あんまり中身とかはそんな一緒にいなかったらわからないけど、うんうん、なんか変わってて大人っぽくなってて綺麗だなって思いました。うん、キエはねすごいいろんな逸話を残してるのでね、うん、あれですよ、あの遠征に行ってね電車一人降りれなくてねキエの前でパーって閉まってね、え、うん、大変だったんだよ、うん、私とユーナで迎えに行くっていうね一駅でどんぐらい離れるんですか、東京とかその大都市みたいな、え、距離的に、距離で、ごめん私距離で言うと分かんないけど、もう車で行かないとぐらいです、ね、いやもう全然そんな歩けたり走ったりそんな嫌ですよえ、あ、そんなんだったら本当にどうしたらいいか分かります、まあ携帯があるから大丈夫、そう携帯で電話して反対側の電車にとりあえず乗りなさいっつって、うん、それで反対向きに乗ってこさせて一駅分、うん、で私とユーナで迎えに行ってみたいな、面白かったなあの時、本当に面白かった。なんか泣きそうなキエがわーってあーって言ってしまう、あーみたいな、うん、懐かしいな。いやなんか昔の話を聞いたりするのもレアですね、うん、いや昔の話はまあできる話できる話え、なんか自分が今こう魅力席にいる時は、うん、自分の話をしてもなんか誰得なんだよとか思ってしまうんですけど、いやそれはもうあのナナミちゃんオタク得ですよ、私本当に、はい、何でもなかったです何なんか結構話せてますよねラジオ今ですか、はい、あ頑張ってます、やっぱり好きな、なんかふと戻るんですね、もう普通にね、はい、すなんかそうなんですよね、そうなんですよね、なんか何だ何だあの好きなことについて語ると止まらなくなるから、うん、そうなんです。ナナミはミルクセーキの曲何が好きなの？入る前は指針がすごく好きで、うん、そのでも入ってからは好きだけど一番踊れなかった曲です。あ結構言う、指針はみんな難しいっていう、はい、なんかミッドとかも難しかったけど、うん、ミッドは結構体を使って、うん、なんかアイソレーション、うん、なんか腰回したりとか、うん、結構それが多くて難しかったけど、指針は違う難しさというか、なんかリズムが独特、リズムというか拍の取り方が独特だもんね、はい、あのなんか一曲で結構疲れる、体力を消耗する曲だから、うん、意地味指針、なんか全曲ライブしたじゃないですか、うん、あれ初めてで、うん、いつもはベータとかで8曲するぐらいは慣れてるけど、うん、なんか全曲するっていうなんか20近くあるから、うん、本当にあの時やばくて、ちなあれ全曲じゃないけどな、あ2曲ぐらいやってないでしょ、ミルクセーキのオリジナル、そうそうそう、オリジナルだけの曲だったかな、あの周年の時でしょ、はい、うん、なんか最後に指針と意地味が詰め込まれてて、うん、鬼のような本当に戻すかと思ういやあれ全曲ライブってやったじゃないですか、はい、うち、はい、あのホンダでね見るたべでね、はい、やってたんですけど、あれって実は全曲ライブなんですけどソロも入れてたじゃん、そうですよ、ね、だからちょっと休憩があるんですよ、はいはいはい、でもこの前の周年はうちぶっ通しでしたよ、ね、曲だけなので休憩が全くないっていう、はい、なんかもう MC してる時にちょっと水飲んで早く戻らないとみたいな感じだったから、もう意地合わせとかの途中で最後らへん、うん、ラストスパートで本当にダメだってなって吐きようと思ったぐらいきつかったんですよ、うんうん、でもここで負けたらダメだって意地を張りました私はそしたら終わった後に静香さんから、うん、ナナミ戦ってたねって言われて、うん、なんか結構本当に戦ってました、うん、戦ってた、なんかそういう壁を乗り越えると私は成長できると思ってるので、そうなの、でもね本当にねみんなね大体ねあれ この前ので16曲ぐらいやったのかな、はい、なんだけど12曲13曲を超えたあたりからすごく良くなるんですよステージ自体がものすごく良くなるんです、あれなんでしょうね、うん、やっぱみんな意地を張り出すんです、なんかもう多分みんなねあのなんていうの、そのランナーズハイみたいな、うん、もうなんかすごい頑張ってもパンってなんか多分、うん、パンって飛ぶんだろうね、何かが弾けるなんか本当に初めてだったから、うん、もう心臓が今までにないぐらい張り裂けそうで、もう張り裂けそうですよ、もう指針を本当に張り裂けそうだからもう
やばかったんですけど、よく頑張りました。でもその後に、はい、私本当に褒められると伸びるタイプで、なんかその全曲ライブが終わった次の週ぐらいに、いつものベータの制限された人数でのライブが、こう普通にベータのライブがあって、その時に MC の途中でなんか静香さんからななみ声量上がったねって言われたのが嬉しくて、ずっと心に残ってて、いやそうですよ、だからなんかもう頑張ったらやっぱ壁壊せるんだなってあの行動に示して感じたっていうか、ななみは音程とかはまあ安定的に取れるし、あのその辺はあんまり心配、時々外すけどな、でもやっぱり声量がないんですよねそうそう、でも本当に声量ついてきたと思う。なんかカラオケとかに行っても、なんかもうママとかからも、ママと結構ママも歌好きだから一緒にカラオケ行ったりするんですけど、なんか全然違うけどママ歌うまそう、なんか本当に声でかいんですうるさくて、でもそれが普通なんだろうけど、声がでかくて、そこは尊敬してるんですけど、なんかもう本当に声がちっちゃいアイドル歌声みたいな結構言われてて、なんかか細いっていうか言われてたから、なんかそれを変えたくて最近。いやでも本当に声量ついてきたと思うよ。なんかカラオケの点数も上がっちゃったんで、なんか入ってからいろんなことに自信がつけるから、アイドルすごいなって、なんか本当だね。ダンスとかも結構最近いいって言われてもらえる、なんか自分の強みを探したんです、なんか身長とかは結構女の子でも高い方だから、なんかもう手足を伸ばして大きく動こうっていうのを意識したりだとか、ちょっと最近自分のこと研究してるんですけどね、研究してますぜひ、今後も研究を続けていただいてね、伸びしろですよ、いっぱいあるから本当に。そうよ、いいじゃん。そうだから今のうちに見ときな変わるから。聞いた、もう一回やってあげて、それもう一回やってあげて、いくよ、3、はい、2、1、今のうちに見ときな変わるからね、私本当に変わりますもうすぐ1年経つんです、見ました、この目のツイート見ましたよ。300日経ってもうすぐ1年、もうすぐでもない、2ヶ月ぐらいかな。いやでもさ、でも早いよね。でも本当に早いです。この前年賀状書いたもん今日って思いました今日まあなんかだって私新体制のお披露目からもう1年近く経つんだなっていうことに驚いてるもん。なんかいろいろあって長いようで短い、なんか短いです。いやもう本当にさ、このコロナ憎しでさ、なんかいろんなことが潰されてきましたか。そうなのよそれがすごく口惜しいんだけど、でもさ、なんかさ、だからこそみたいなのもあったのかなって思って、だから今例えばあと、まあすぐとは言わんけど半年ぐらいでちょっとアフターコロナに入って、あの落ち着いてコロナとまあうまく付き合いながら生きていくみたいな暮らしになってきたとして、まあ例えば衛生もちょっとずついけるようになっててなってきたら、これはこれであってよかったのかなって思うかもしれない、なんかそのなんか会える大切さというか、それをめっちゃ感じるから。いや本当にそうで、応援してくれる人たちのありがたみとかもすごいなんか感じるし、なんかそれはコロナがなくても気づけたかもしれないけど、なかったらもっとより気づけたから。そう、なんかそれがすごく身近というか、なんかすごくそれがあるなと思うし、あとはそのメンバー同士の絆じゃないんだけど、その、なんか俺らチームだよなみたいなさ、なんかこうそういうのとかもなんかすごいあるなって思うし、なんかまあこれはこれであってよかったのかもしれない、まあ、悔しいけどね、ないことに越したことないというか、普通になかった方が活動的にはできたけど、ないそのシャットダウンされたことによって、なんかそのやっぱ気づけたこと、大事なものがより見えるみたいなね、とこあるよね、初心に戻るというか、まあそうだね、確かにね、はい、さてそろそろお時間となりました、メッセージいつでも待ってるので気軽にどん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 送ってください。待ってま す。それではここで一曲聴いてもらいましょう。ミルクセーキで指針。本当は気づいているんでしょう、この指先この視線、あなただけのメッセージだからね、見てて私だけ。
あここでななみっちの告知のコーナーです、はい、今週来週か来週の月曜日祝日20日はミルク星紀が長崎を観光しますので、はい、あのこの時は配信自体は無料で見れるんですけど、そのチェキはいつもだいたい随時受付なんですけど、はい、この時は事前に予約が必要で、そうですね、今回ですねミルク星紀みんなで観光します。もし雨が降ったらもう美味しいものずっと食べてるから、はい、それも困るけどな、はい、一応観光したりとかですね、まあ、美味しいもの食べたりとかですね、はい、みんなで配信するのでぜひ一緒に行ってる気分になってね、はい、もらえればと思います。でウェブチェキなんですけど、そうやって長崎の観光地で撮ったりとか、うん、美味しいものと一緒に撮ったりするんですが、いつもと違って今回は事前予約のみの受付となりますので、はい、当日の12時20分まで、はい、祝日月曜日の12時20分までにご購入いただいた方に向けて後でこうカキカキしてっていうことになりますので、ぜひぜひ皆さんご参加の方、そして配信の方をねぜひ一緒に見ていただいて、はい、長崎をどこ行こうかね、どこに行きます、それはシークレットです、あそれはシークレットで、はい、雨が降らないといいね、はい、ぜひ。でもね、うん、私は天気をよく見るんですけど、はい、晴れでしたよ。おいいぞ、じゃあずっと見続けてくれ祝日まで、はい、見ます、はい、ぜひお願いします。ああもうこんな時間、今週のミルク星紀大作戦楽しんでいただけましたでしょうか、はい、今日も聞いてくれてありがとう。毎週金曜の夜はぜひぜひ私たちミルク星紀にお付き合いいただけますように。それではまた来週、私たち長崎からミルク星紀でした。せーの、おやすみルク星紀。